皆さんこんにちは。 GCN ショーへようこそ。土井ちゃんです。ちょっとね、準備忘れてた。今週ね、GCN ショーリードストーリー始める前に皆さんにお知らせとしてね、まあ宣伝ですね、完全にね。エリート製で作られたこちらの GCN オリジナル、まあ、ツールフランスイエローって言ったんですかね、エリートリミテッドエディションイエローボトルが、GCN のオフィシャルストアの方で発売されておりますので、気になる方、まあ、ツールフランスの気分をさらに盛り上げようっていうね、まあ、黄色っていうところのみなんですけど、はい、ぜひ気になる方はですね、まあ、大変使い勝手いい環境にもね配慮した構造、そして、素材で作られたボトル、エリート製のボトルになってます。もし気になる方は GCN のオフィシャルストアを訪ねていただき、ぜひね購入してみてください。ということで今週の GCN ショーは、僕もですね、ツイッターの方でアンケート取らせていただいてたんですが、リングブレーキ、ディスクブレーキ、今ね両パターン両方のですね、システムで、ございます。そんな中で、いやまだリンブレーキ好きなんだよ私は、僕はっていう方がね、いまだにやっぱたくさんいるわけですよ。そんな人たちのために、今でもこれからでもリンブレーキのモデルのバイク、こんなバイク買えますよっていうね、そのこのバイクはリンブレーキモデルまだありますよっていう話をですね、今回のリードストーリーでしていきたいと思います。リンブレーキ好きな方必見です。さて今回はですね、リードストーリー、リンブレーキのバイク買えるものまだありますよというね、皆さんに、まあ、リンブレーキ好きの皆さんにとってはかなりの嬉しい情報なのかなと思うんですが、まずですね、まあ、ディスクブレーキとリンブレーキの違いとして、まあ、双方ですね、いいところもあれば、ちょっと面倒くさいところもあるなということで、まあリンブレーキに関しては雨の日のストッピングパワーがやはりディスクブレーキ、油圧式のディスクブレーキに比べるとちょっと落ちるよねと。対してディスクブレーキに関してはブリーディングとか自分でやるのちょっと怖いよねとか、あとはなんか家の中が汚くなっちゃうよねとか、めんどくさいよねとか、まあいろいろいいところもあれば悪いところもあるという、まあ双方のね、ブレーキシステムなところなんですけど、いまだにですね、僕はツイッターを通じていろんなアンケートを取って、でリンブレーキ今乗ってますかとか、ディスクブレーキまだ、に乗り換えてますかとか、いろんな話を、日本のですねサイクリングファンの方にお聞きしてですね、調査した中でやっぱりまだですね、リンブレーキの方が乗ってる方多いんですよ、僕のフォロワーの方は。はい、GCN のもう純粋に GCN のフォロワーの方はどうかっていうのはね、調査してないんですけど、僕のもともと昔からいる、昔から応援してくださっている方々の意見を聞いてみると、いまだにやっぱりリンブレーキタイプが多いなという印象を受けて、でたまたまこの素敵なトレンディーなトピックにがやってきたということでね、思う存分そんな情報もですね、使用できるんだというところですが、いまだにリンブレーキのバイクが買えるということで、どのブランドがあるのか、この辺ねちょっと順々にいきますけど、まず僕が今愛用している C68 コルナゴ C68、こちらね、僕が今乗ってるのはディスクブレーキタイプなんですが、今後リンブレーキタイプも出ます。なのでもともとですね、リンブレーキタイプの C60 を乗ってましたとか、 C64 を乗ってましたとかね、もともとずっとコルナゴが好きで、でもリンブレーキタイプ出ないんだったらちょっともうコルナゴやめようかななんて思う方も、もしくは買い替えられないみたいな方がねいる中で、これから C68 も、マーケットにですねリンブレーキタイプ出ますので、この辺ね、ご安心くださいということですね。続いてはキャニオン。キャニオンに関しては、アルティメット CFSS はまだ購入可能と、リンブレーキタイプですね。ただですね、今現在はもう昔というか数年前と違って、コンポーネントとかね、ついてる機材がですね、ローグレード、下の下位グレードのものが装着されたものオンリーで、売られておりますので、この辺はね、もともとついてるパーツ
を、まあ、乗せ替えるのか、一旦改善車でそのローグレードのものがついてますけど買ってしまって、でそこに今まで使ってたハイグレードのコンポーネントを装着するのか、もしくはコンポーネントは別で買ってそこに乗せ替えるのか、結構まあバブリーな選択になってくると思うんですけど、そういった形の選択を取れれば、まあ、購入可能と。続いてピナレロドグマ F、こちらもね、あのイネオスグラナディアーズが大躍活躍、しているバイクでありますが、実はリンブレーキタイプ出ます、出ますとかあります、あります。なのであのこの辺はまあもともとこの F が出た時にエンジニアさんの話も聞いてる中で、リムレーキ作るんですよ、一応作るんですよみたいな話をしてて、なんでリムレーキ作るんですかっていうのをですね、あのその時にいた、まあ、あるところで、そういった会話があって、聞いてたんですけど、そしたらですね、やっぱりカスタマーの中にはやっぱりまだまだリムブレーキ愛してる方がたくさんいるから、ピナレロとしてはそのリムブレーキ好きな方を大事にしたいという思いがあるようで、いやこれはすごいこうユーザー思いというかカスタマー思いというか消費者思いというか、言ってること全部同じなんですが、そういったブランド側のからのブランド側からのカスタマーへの思いっていうのがすごく強く感じるところなわけですよ。あのまあまあまあでもリムブレーキも作りませんよなんてブランドもねたくさんあるんですけど、だからといって消費者に対してもうそんなリムブレーキ使ってる人も知りませんっていう別にスタンスでもなくてですね、この辺難しいバランスだと思うんですけど、ドーンって言いましたけど、はい、そういうことでピナレロドグマ F はリムブレーキあります。ただめちゃくちゃ高いのでご注意ください。はい、続いてはビアンキオルトレ XR4、 昔というかもう数年前、まあ何年か前はね、プリモス・ログリッチ選手が乗って大活躍して、トム・デュムラン選手が乗ってないか、トム・デュムランはもう来た時はサベロになってたか、まあそれからもっと遡ると、マルコ・パンターニ選手とかね、その辺が乗って、やっぱり僕もビアンキからビアンキのリムブレーキロードバイクというのを見て、いやーやっぱりかっこいいな、すごいな、僕も一回乗ってみたいなとかね、あとは高校のね自転車部の同級生が乗ってたりとか、したところからねビアンキというブランドを知ったんですけど、まあオルトレ XR4 もですね、あのリムブレーキモデルそのまま作るということで皆さん買えます。ビアンキオルトレ XLR4 も今現在購入可能ということで、ビアンキは日本はオフィシャルのビアンキのストアがあるんですよね。まあここの辺を訪ねてもらってですね、訪ねていただいて、購入していただければというところですね。続いてはオルベアのアバントというモデルですかね。こちらはねアルミニウムモデルなんですが、リムブレーキを作っているということですね。まあデザインはすごくかっこいいですし何の問題もないと思うんですが、やっぱり重量がね今の現在のバイク、カーボンバイクに比べるとねやっぱ重たくなってくるのかなというところもありつつ、オルベアはですね、あのハイエンドモデルはもう全てディスクブレーキモデルとなっているようで、まあ、あのやっぱりハイエンドモデルになるとやっぱりスピードも出ますし、ディスクブレーキ使ってくださいよというメーカーの思いもあるのかなという感じですかね。完全に僕のイメージですが、そんな気がしております。そして最後ジャイアント TCR ということでね、1998年ぐらいかな、97年か98年ぐらいに、まあ、オンセというねチームを通じてね開発されて出てきたあの名バイク、未だにね大変大きな人気を、持ってですね販売し続けられてるんですが、こちらもですねリムブレーキモデル未だに購入可能でございます。なんとなくですけど、まあ、いろんなブランド、ハイグレードアルミニウムバイクなんか、ハイグレードのアルミモデルとかだとまだねリムブレーキモデルが買えるのかなっていう印象があるんですが、もしねあのリムブレーキモデルまだ欲しいんだよねって思ってる方は、まあ、イタリアンブランドを選ぶのか、もしくは各ブランドのハイグレードのね、もの
決してアルミだから良くないっていうことはございませんので、いいホイールとインコンポーネントをつければ未だにねアルミモデルでもやっぱり軽いバイクに仕上がりますし、その辺は何の心配もなく選んでもらって構わないのかなと、思います。ということでね、もし今回のねリードストーリーを通じて、いやーリングレーキモデルもないから困ってたんだよねって方がいて、喜んでいただけたら幸いでございます。ということでね、ぜひコメントで皆さんは、ディスクブレーキモデルを乗ってますか、もしくはリムブレーキを乗ってますか、そして、その中でですねリムブレーキを乗る理由、そしてディスクブレーキに乗り換えた理由、こちらをですねぜひコメント欄でお聞かせいただければと思います。ということでねリードストーリーはこの辺で終わりたいと思います。レースニュース、いやーきついね、ワールドツアーのレース見てて本当に走ってないのに足が痛くなるっていうね、勝手にしろよっていう話なんですけど、いやーきつかった。クリテリウム・ドゥ・ドーフィネね、74回大変歴史のあるですねツール・ド・フランスの前哨戦と呼ばれているレースなんですが、こちらが閉幕しております。今回はですね、まあ結果からいくとユンボ・ビスマ圧勝だったなというところでしたね。最終ステージ、第8ステージはクライスバイクのね引き、ワウト・バナルトがコロンビエル峠越えてもねまだ終電残って、しっかりとアシストとしてですね役割を、まあ、貫通したという、そんな形でしたね。途中のステージもですね、ワウトに関しては大変大活躍していてですね、イエーイって勝ったと思ったら5時に刺されたりとか、まあ、結構ねおっちょこちょいなところもね見受けられて、なんかすごいスター選手なのに人間らしさも垣間見れる、そんなクリテリウム・ドゥ・ドーフィネだったのかなと、ドーフィネだったのかなというふうに思うんですが、最終結果、ね、さっきも言いましたが最終結果はですね、最後、まあ、クライスバイク、まあ、ワウトがいてクライスバイクが最後の峠で献身的な引き、クライスバイクでも優勝狙えるのにって思いながら引く、まあ、こんなに引けるんだって、こんなにドメスティックになれるんだっていう、ちょっと感動しましたね。そんな中でもう最後の最後、言ったらもうベンオンコーナー以外はね、クライスバイクが引き終わるまでの間についていけなかったということでしたね。チャベスも遅れて、ゴディも遅れて、いやすごい引きだったというふうに思いました。ゲオゲアンハートも遅れ、ね、全く歯が立たない他の選手たち対ユンボビスマという構図がですね、まあ、出来上がったなと思いましたね。今年こそはなんかツール・ド・フランスですごく大活躍、まあ毎年ね活躍はしてるんですが、うまくいかないっていう、まあうまくいくイコールまあ総合優勝というね話なんですけど、うまくいかないなっていうところで今年はいけそうな気はちょっとしました。ということで最終のね総合成績なんですが、プリモス・ログリッチ、が1着、2着にビンゲゴと、ユンボ・ビスマ、3着にベン・オコーナー、4位にはダミアヌ・カルーゾ、そして、ね、5位にジャック・ヘイグ、この2人はバーレン・ビクトリアスでね、走っておりますが、おそらくねツール・ド・フランスに出てくるメンバーなのかなということで、ここにね荒城選手も入ってほしいなという密かな希望を持ってるのは僕だけでしょうか。ということで、まあまあツールで活躍しそうな選手はやっぱり上位に来てるなという印象の中で、僕個人的にはやっぱりワウトのスプリントの活躍がやっぱりいつも面白く見させていただいたなと。イーサン・ヘイターね、イネオス・グラナディアーズとのバトルとかも、イーサン・ヘイターもね全く引きを取らないねスプリントしてたので、おそらくなんかスプリントを仕掛けるタイミングとかも、今回のドーフィネでいろんな勉強というか経験値を上げてですね、今後今回のミスを成功につなげていくっていうね、経験になったのかなというところで、次回のねレースどんなスプリントをしてくるかっていうのもね楽しみなところなんですが、はい、こういったスプリンター勢の争いと、そして総合勢はユンボ・ビスマの大活躍、他のチームの有力選手たちが全く歯が立たなかったという印象がございました。そんな中でね、ドーフィネ以外にも
ポガチャル選手はねまだ身を潜めているというところで、もうすぐねツールドフランスも始まりますが、冒頭でもお伝えしましたが、GCN のオフィシャルストアではこういったね、ツールドフランスにちなんだと言ったらいいのかどうかっていうところなんですが、スペシャルボトル、エリート製のね、スペシャルボトルが GCN のオフィシャルストアで販売されてます。気になる方はですね、今回、この時期限定となっておりますので、もし黄色いバイクに乗ってる方がいるとか、黄色がちょっと差し色で入ってるなんて方は、ぜひもう一つの、差し色に、付け加えるアイテムとして、こういった黄色いボトル選んでみてはいかがでしょう。ぜひね、気になる方はオフィシャルストア見てみてください。ドーフィネの結果は以上なんですが、今後のですね GCN プラスの配信予定として、ツアーブベルギー、15日から19日まで日本語実況付きで配信予定です。そしてツールドスロベニア、これはポガチャル選手がね出場予定となっているようですね。そして、ルートでオクシタニー、こちらは、これもですねツールドフランスの前哨戦として多くのですね選手が参加する、レースとしてありますので、ぜひねご覧ください。その他ツールドスイス、女子版ですね、こちらも18日から21日まで配信しております。日本語実況、日本語ですねハイライト予定に関しては GCN レーシングジャパンの YouTube チャンネルで、いろんなですねハイライト動画上がっておりますので、そちらもね、重ねてチェックしてみてください。ということでね、今後、まあ、ツールドフランス GCN プラスではね配信しないんですが、ハイライト動画はね上げることになると思いますので、そちらはぜひ、GCN レーシングジャパンの YouTube チャンネルを通じてご覧ください。ということで、レースニュースもレースニュースは以上です。テックオブザウィーク、今回はですねダリモというねブランドから出ているアルミの削り出しのステム、こちらの紹介なんですが、ダリモと言われるブランドに関してはですね、日本のですねおそらくヒルクライムで軽量バイクをご自身で製作された方であればご存知ある方も多いのかなという、そんな軽量パーツがすごく有名なブランドです。こちらに関してなんですが、今回はですね 31.8mm の、まあ、サイズのもので、作られているのがメインで、アングルに関してはマイナス62、17、25と、まあ、結構さまざまな角度に対応しているのかなというところですね。長さに関しては 40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、まあ、最後までいくと 40mm から 130mm は 10mm 刻みで制作可能ということで、もう完全なオーダーです。で、今回のこのダリモの、軽量ステムに関しては名前も刻印可能ということで、完全におそらく単造で制作されてる、ことでね、この軽量ながらも剛性を保ってると思うんですけど、なかなかねアルミでこんだけこれだけ軽いと難しいのかなというところで、まあ、絵だけ見ててもかなりかっこいいですよね。僕も欲しいなとは思うんですが、僕はダリモのカーボンのやつがいいなと、一体型のハンドル僕は欲しいんですけど高くて買えません。はい、ということでね断念しているところなんですが、こちらのステムに関して、値段に関してですけど、ベースのバージョンで199ユーロ、いくらですか、もう3万円ぐらいですかね。カスタムバージョンだと239ユーロなので、まあ、3万5000円からまあ、3万円台後半になってくるのかなというところですね。ちなみに日本で取り扱いがあるのはトライスポーツさんっていうね、あの代理店さんが扱っておりまして、シートクランプ、カーボンのステムとエアロのシートポスト、なんかまあ MTB 用とかロードシクロクロス用のシートポスト等がですね、ラインナップにありますので、気になる方はぜひトライスポーツさんの、代理店のサイトをですねチェックしていただき、ダリモというね、ブランドですね知っていただければと思います。もしこの、アルミのですね削り出しというか、名前が入れられるステムをオーダーしたいという方は、直接ですねダリモのサイトを見ていただき、どういった形でねオーダーするのか、確認していただければと思います。今回のテックオブザウィークはこのダリモのですね、珍しいアルミのステムの紹介でした。キャプション、
コンペティション、こちらのコーナーは1枚の写真を皆さんにお見せして、そちらにキャプションをつけていただき、優れた方1名に素敵なプレゼントをお送りさせていただく、そんなコーナーとなっております。さて、先週の写真を見ていきましょう。こちらです。いやー、なんかね、アメリカのスター選手が、アルペシン・フェニックスの選手を追いかける、そんな図だと思うんですが、こちらにいただいたキャプション、これにしたいと思います。なんとなくこの前の選手について、何かを申したい、物申したいっていうような雰囲気が僕にとってはあったので、これにしようかなというところです。さっきまであったんですけど、ちょっと見失っちゃったな。津田さんのキャプションコンペティション。おーい、お尻破けてるよ。はい、ということで、単純なキャプションだったんですけど、本当にお尻破けてるパターンってあると思うんですよ。結構使い込んだレーサーパンツとか、履いてる方とか、お尻の割れ目がもうスケスケとか、そういうケースも、僕の中では経験があって、大変目のやり場に困るので、今一度皆さんレーサーパンツの状態確かめていただければと思います。はい、ということで津田さん、おめでとうございます。はい、今週のキャプション写真はですね、こちらです。はい、これはね、かなりトレンディーなアイテムかなと、写真かなと思うんですが、ドーフィネの第何ステージだったかな、ワートが勝利したと確信して、ですね、手を挙げた際に、ゴデューがですね、差し込んで、勝てなかったという大変恥ずかしい、僕もね、同じような経験、僕の話はいいんだよという方もいると思うんですが、いつだったかな、あれ2004年の埼玉国体かな、で、めっちゃスプリントして、もうイケイケで行ったらですね、僕の大先輩でもある宮沢隆 大先生にですね、スプリントで刺されたという、本当に僕も手を上げようと思った時に刺されちゃって、その時に所属していた、さらに、上を行く先輩にはですね、お前はこの会社の恥やとか言われて、めちゃくちゃ怒られた、そんな記憶があります。はい、ということで今週のキャプションもね、皆さんサボらずにたくさんねコメントお待ちしております。サイクリングインスピレーション、こんにちは、 GCN ジャパンの松村です。サイクリングインスピレーションは GCN のアプリ、その中にあるサイクリングインスピレーションというコーナーに投稿していただいたたくさんの写真の中から1位から3位まで選んでご紹介していくというコーナーです。さあ、今週の第3位から見ていきましょう。こちらの写真です。北海道にある銀河の滝という場所での写真だそうです。コメントにはピントが合わず太陽光の反射が入り込んでしまっていますがとのことでしたが、太陽光がレンズのとこで反射して映り込んでいるのが、これがあることでカッと晴れているのが分かって、これはこれでありかなと思います。こちらの方には GCN のボトルをお送りします。さあ、今週の第2位はこちらの写真です。鎌倉でゆるくライドして極楽寺でのアジサイ写真。この写真が投稿されて季節がやってきたなと思いました。アジサイって高さが低いのでバイクと一緒に写しやすいんですよね。まだ投稿したことがないという方もアジサイを見つけましたら、バイクと一緒にいい感じの写真を撮ってサイクリングインスピレーションに投稿してみてください。こちらの方には GCN のタオルをお送りします。さあ、今週の第1位はこちらの写真です。筑波山サイクリング、麓の穏やかなエリアのところですよね。天気も良く広角で山も田んぼも見えて、雲がぐわっとなっていて、なおかつ端っこが暗くなっていて、一枚の写真として目を引きました。まだ行ったことない人は筑波土浦エリア走ってみていただきたいんですけど、このエリアに行くと霞ヶ浦一周と筑波山どっち行こっかなって悩むと思うんですよね。個人的なおすすめとしては土浦で輪行解除、霞ヶ浦はショートカットの90キロコースで、その後リンリンロードで移動して筑波山を登って筑波駅か土浦駅で帰るのがちょうどいい日帰りコースです。だいたい150キロぐらいですね。ラーメン半チャーハンセットみたいなもんです。やってみてください。こちらの方には GCL のフーリーシャツ、マグカップをお送りします。
さあ、今回受賞された方はご自身のアプリのプロフィール画面のところに行って、今回受賞された作品のスクリーンショットをバシャッと撮って、こちらのメールアドレスに受賞したよという連絡をお願いします。GCL のアプリを普通に無料でダウンロードして登録して、サイクリングインスピレーションに投稿すると無料でシャツとかいろいろグッズもらうことができますので、写真いろいろ撮りためているという方はこの機会にやってみてください。きっと何かもらえるかもしれません。コメントオブザウィーク、こちらのコーナーは様々なビデオにいただいたコメントを僕がピックアップして皆さんにお伝えしていく、そんなコーナーなんですが、今回、先週のテックオブザウィークで新型窓の話をして、それについてのねコメントが、ありましたので紹介したいなと。ヨンカスダイエットのさんのコメントで、新型窓サドルの高さほとんど調整できなそうですね、レッツフィッティングなんて言ってね、フィッティングやってる自転車屋さん、プロショップはね、すごく喜ばしい嬉しいスペックなのかなということで、トレックをしてるストアの方はねウキウキしてるのかなと思うんですが、そうなんですよね、あの昔のサドルとか、まあ、昔のシートポストだといろんなブランドのシートポストが装着できたりとか、バリエーションに富んだですねセッティングができたと思うんですが、まあ、バリエーションに富んだセッティングというか、いろんなものを使えたっていうね、ところで、今回の窓に関してはやっぱり空力含め剛性、乗り心地全て加味した上でああいった形状になったわけで、あのどうなんですかね、ネガティブなところを言うといろんなものが使えなくなったですが、その反面いいところもたくさん増えているということで、どっちを取るかというところですよね。あとはなんかあのセカンドハンドのマーケット、まあだから中古市場に出すときにすごくデメリットはありますよね。まあどうしてもやっぱりずっと乗り続けるバイクになるかどうかっていうところで、購入するかしないかっていうところも変わってくると思いますし、あのセカンドハンドだから中古のマーケットにいずれ出していくっていうことを考えると、今回のマドンなんかは、もう一生このバイク乗りますって、もう一生もうこのバイクと結婚するようなイメージ、まあ結婚してもね離婚はあると思うんですけど、あのその辺はね難しいところなのかなというふうに感じましたね。ただまあ、 あの乗り心地とかも含めて、まあ僕もね乗ったことないので安易なね回答はできないところではあるんですが、おそらく最新のテクノロジーも含め、詰め込まれた設計なんだろうなというふうに感じましたので、ぜひヨンカスダイエットさんにはですね乗っていただいて、感想コメント欄でお聞かせいただければと、完全に人任せにしましたが、ぜひよろしくお願いします。はい、続いてはたかしさん、マドン乗りです。懐かしのベクターウィングがついててハンドルが切れずに輪行、まあ、縦型輪行はできないですということですね。いや僕ね、あの知り合いのバイクをちょっとメンテナンスしてくれって言って見た時に、あの寝ぼけてたんですけど夜たまたまあのちょっと自転車を倒しそうになって受け取って、でその受け取った瞬間にヘッドがなんかパカッてなんていうか隙間ができてて、やっべえフレーム割れたと思ってマジでビビったんですよ。そしたらねベクターウィングっていうところで大変ボケてた、記憶がございます。あの輪行とかする方はですね、やっぱりもう全部ばらして入れなきゃいけなくなるし、輪行バッグとかもねハードケースも含めてやっぱり選ぶのがしっかりと選んでね、そういったものも購入しないと、遠征するのも大変になってくるのかなというところで、ただですねあのばらして組み立てるみたいな工程をですねしっかりと、学んでいただければ、こういったね、ウィングがついてて輪行縦型輪行ができないなんてね困ることもなくですね、あの輪行縦型輪行できなくなるんですけど、まあ、バラせばね全然あの簡単にというわけにいかないんですが、輪行もできると思いますし、あの機会があればね輪行バッグの特集みたいなのもねやってみたいと思うんですが、あの最新型のバイクはですねどうしてもそういう問題がたくさんあると。僕が乗ってる C68 も、ハンドル外さないとなんていうんですか、こうやっぱりガサバってしまうというか、昔のものだとやっぱりハンドルをしゃくってフレームの中にめり込ませてフレームの中にめり込ませたようなフレームにこうなんですか まとわりつかせるようにあのネジを緩めてですね、
ポジションを変える形でリンクをバックにですねすっぽりと入れられるようなセットアップができたんですが、今はね一体型ハンドルですし、それもできないという中で、やっぱり時代とともにですねこういったことはやっぱり乗っていかないと、その時代に合わせてですね生きていかないといけないのかなというところで、 GCN ジャパンとしてもね皆さん困らないようにいろんな情報をですね重ねてお伝えしていければなというふうに思っておりますので、質問欄にはいろんな何でもいいのでいろんなね質問投げてもらえればと思います。関係ない話もいいので質問投げてください。はい、ということでね、高橋さんマドン乗りだとは思いますが、輪行もですねしっかりとバイクストアに聞くでもいいですしね、輪行してどっかに行きたいんだけどね、これがちょっと邪魔になって輪行してどっかに行くのはちょっと抵抗あるんですよねという形で、どうしたらいいでしょうみたいな、何か提案ありませんかという形で購入されたバイクストアに質問するのもいいと思いますので、ぜひねその辺は気を使わずに何でもね思っていることを質問していただければいいのかなというふうに思います。はい、ということでねお二方質問いただきありがとうございました。今週のチャンネルラインナップ、木曜日コーナーリングでしない方がいいこと、土曜日門田選手のプロバイクということですね、日曜日ショートクライムを克服するにはおそらくこちらの動画は変更になるのかなという予想です。月曜日バルブエクステンションの使い方、火曜日 GCN ジャパンショーということでね、こういった形で最近はねディープリム、ハイトの高いねホイールが、マーケットにたくさんある中で、チューブを買ったんだけどバルブの長さが合わなくてもうこれ使えないじゃんって思ってね捨てちゃう方はいないと思うんですけど、どうしようなんて悩んでしまう方がいる中でですね、今週はですねバルブエクステンションというスケットを使って、ハイトの高いリムに対応させるチューブに変化させる、そんなね動画もありますので、ぜひねご覧いただければというところです。ということで今週はリムブレーキを愛してやまない方のためにですね、リードストーリーでリムブレーキまだ買えますよっていうフレームをブランドをですね皆さんにお伝えしてきましたが、いかがだったでしょう。まだまだね購入可能なので諦めずにですねリムブレーキを愛し続けていただければと思います。ということでね、今週も様々な動画があります。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。